勝木監督のツイッターが唐突に更新された件と、真っ白聖女と黒牧師が延期した件について話します、まあ、どっちもアニプレですからね、仲間やで。まず辰木監督の話すると、まあ、いきなり圭福さんっていうキャラがいて、まあ、その子の落書き書きをちょっとおかげ更新しましたと。まあ、辰木監督は結構メタファーとか言ってくる人なんだけど、まあ、とりあえずこの圭福さんに関しては、まあ、新作の制作が順調ですってアピールだと思います、うん、あと、まあ、圭福さんのモデルになったと思われる人との関係も、まあ、そんな悪くないんじゃないかなと思いますよ。で、まあ、もう一つちょっと秘宝の方なんだけど、まあ、白聖女と黒牧師っていう動画工房と講談社が組んでアニプレでやるラブコメ漫画なんだけど、4月放送から、まあ、7月にスライドしましたと、まあ、動画工房さんはちょっとコロナで結構延期することって結構あったんだけど、まあ、とりあえず放送する前にこう延期が決まったって感じですね。ただまあ動画工房が悪いというよりも、こうニーアオートマタとユナイトアップがちょっと押し出されちゃったんじゃないかなっていう気もしなくもないんですよね。ほら、あの2作とアヤトラも延期しちゃったけど、要するにその後放送枠をどうするのかって問題があるから、まあ、結果的に押し出されていくみたいなところあると思います。まあその辺もあって、まあ、仕方ないよねって部分もあるんですけど、まあ、ただまあ白聖女に関してはラブコメとして強いから、まあ、その辺結構期待してますね。逆にこうスライドしたことによってラブコメでの印象度が強まる可能性もありますし、来期は僕の心のやばいやつと山田くんとレベル999の恋をするっていう、まあ、これもアニプレなんだけど、まあ、とりあえず強いあのラブコメと、まあ、アニプレのラブコメがあるから、まあ、ちょっとこう夏にスライドすることで戦略を立て直せるっていう部分もあるかもしれませんし、まあ、アニプレさんは結構クオリティのために頑張ってるって気持ちもあるから、まあ、結構延期があったりとかしても僕はやっぱアニプレの方が好きだと思います。ということで辰木監督の新作も来年になっちゃうかもしれないけど、まあ、それでもその分だけ準備ができると思うので本当に楽しみに待ってます。うん、辰木シニアでよかったよ僕は。あと延期といえばストレンジフェイクの新刊見たんですけど、あれ本当にすごかったですね。本来の予定だったら、あの彩香サジオのアニメで出してから彼女の正体について開示する予定だったのかなって感じはするんですけど、まあその辺はまあ臨機応変にいきましょうね。まあ、業界の人たちからするとアニプレックスさんっていろいろとはがみするところもあるのかもしれないんですけど、僕一ファアニオタ派としてはもうアニプレックスさんのアニメ本当にクオリティ重視で大好きなので、本当に辰木監督も動画工房の人たちもあの平安さんもゆっこさんもみんな応援してます。はい、以上です。